TW225。 え225にこのヘッドライトはねえだろって、丸めだろって、ああこれ200ならねえのかって、225、はい。あ、ディスクブレーキだ。あ、輸出仕様の200じゃないのなんて。今も作ってるらしいですね、これね。今もね。はい。これちょっとですね、はい。いりますかって言われたんで、はい。でね、一応ほら、お仕事の、あれで、で、まぁ、あ、TW225 って結構今高い、高くなってきたんですよ。やっぱり。ないから。もうどうなってるんですか、みんなね、ないから。そう、高いの。高いっていうのは、やっぱほら、古いしね、そんな別にね、めちゃくちゃ人気あったわけじゃないし、まあいいとこ10万とかで、じゃないのなんて、とんでもない。TWA って金額になってますよ。まともなやつはね。綺麗なやつね。はい。なんでね、うん。で、ほら、やっぱり、あ、業界の方なんでね、うん、ある程度は分かってるんですよ。これぐらいだったらいいんだけど、って。まあでも225だったらそれぐらいでと思って、ね、そしたらいろいろで引き取ってきて、で見たら結構ねやれてる、そうなるとなかなか厳しい感じもいたしますね。はい、いいとこはですね、まずこのヘッドライトね、これあの要は初期型についてたタイプですよね。はい、今も輸出仕様はこのヘッドライトそうですね。これはいいですね。もう今は絶対これじゃなきゃダメ。あの丸めはね、まあまあいいですけど、あんまり興味ない。不思議なもんでね。はい。で、しかもこの中がね、このなんか変えてある。うん、しかも LED じゃないこれ。なんかさらに。変えてある、ね。ガラスレンズ。ね。変えてある。これがいい。うん、で、これ、H4 が入るようにしてある。それのやつにしてある。何のでしたっけ、これは 1KT? 何でしたっけ、何かのだって言ってましたね。はい。はい、で、あと、まあ、ホグがついてるね。これね。左右にね。はい、まあ、これがいいところですか。あと、まあ、いいところってもう分かるように、ノーマル。基本的にノーマル。外観がね。スカチューンにされてない。これはもう重要でございます。やっぱりね。流行ってる時はあれでいいですけど、流行ってない時はノーマルです。これがもう流行ってる。今はもうノーマル。古くなってくればなるほどノーマルが重要になってきます。はい。ですから、純正パーツは捨てちゃダメだよ。純正に戻せないようなカスタマーしちゃダメだよ。っていう感じですかね。フレーム切っちゃったね。はい、ね、はい。で、ちょっと見させていただいたところ、うん、なんだこれ。この配線なんだろう。まあ、あとね、いいとこはね、スポークが錆びてない。うん、いわゆる錆びになってないところじゃないですか。で、拭いてないですからね、そのままです。うん、基本的にはそのまま。まずね、まあ、それで見ていくと、うん、ちょっと、やっぱり残念なところ、まずね、フォーク、錆がね、結構出てるんですよ。うん、こん中まだ見てない。ね。開けてない。見てないんですけど。ここが中錆びちゃったらもう、まずいですね。はい。あとね、フレームがやっぱりちょっとね、こう錆がね、こう、錆びが出てるところ。これがちょっと、うん、ちょっと残念。あとマフラーね。マフラーも、もうね、こうずっと錆びでしょ。うん。ね。やっぱりノーマルマフラーがいいですからね。この辺もね、錆び。液パイは錆びちゃってますね。そして、まあマフラーはね、純正の、こうね、錆び。いくらするんですかね、うん、まあ、このあたりね。はい。あと、まあ、こう、樹脂パーツがね、色あせてるっていうのは、まあ、これはまあ、よくあるパターンなんですが、で、まあ、キャリアがついてる。これはいいところですけど、あと、この、ここ、ガリ傷があるんで、これ。だから、おそらく、これ、後から付けたらしいので、前の時に、前の、まあ、中古で買われた際に、まあ、これ、もうこんなだったんじゃないですか。はい。それちょっと残念かな。なんて書いてあるのこれ。SOX ね。SOX。靴下っていうんですか、はい、ね。靴下さん。で、買われたみたいです。うん、ありました。靴下さんのあれが。ついてました。はい。まあ、スイングアームもやっぱ錆びちゃってますよね。はい。アルミスイングアームだったんでね、いいんですけど。まあ、チェーンはですね、チェーンとスプロケットに関しては、交換しようと思って買ったやつがあるんで、それをつけてくれましたから、それはいいですね。はい。で、キャブ。うん。まあ、キャブはもうこれダメね。キャブだ。開けなきゃダメでしょ。ね。相当、1年以上は乗ってないみたい。動かしてないって。で、エンジンの振動の確認はしてません。ね。うん、やんない方がいいですね。で、あとね、持ってきて見たのは、太陽の下で見たら、こう、オイルまみれ。これ全部オイルでダクダクなの。うん。わかりづらい。部屋、倉庫の中だったらわかんない。もう、これ見ないよ、オイルですよ。ね。うん、だからこれ、エンジンからオイル持ってるね。で、こっち側見ると、どうかなーっていうと、
このシリンダーのとこみんな持ってるんで、汚れてるんで、下のね。だからまあ持っちゃって、ここら辺みんな持ってね、汚れちゃってる。オイルまみれですね。はい。残念。うん、ホイールで。だからこれ、エンジン開けなきゃダメかな、開けなくてもいけるかな。オイルは入ってるの？オイル入ってます？上がってきてます？わかんない。ちょっと待ってください。上がってきてます？わかんない。あ、上がってきてるわ。うん。オイルはまあ、とりあえず入ってる。入ってますね。はい。で、まあ、気になる。これキックついてますから、キックでね、をやると、すごい軽いですよ。うん。圧縮、どうなんですか？このタイプはね、でもね、軽い。どう軽いの？ほら。ほら。あ、でもここで引っかかるから。で、ほら。ここでほら、引っかかるね。うん。で、上げて、こう手でいけるんじゃないですか？ほら。手でいける。うん、手でいける。ほらね、手でいける。まあ、タンクの中は気になるタンクの中でございますが、見てみましょう。ねえ、綺麗。ね、見た感じ綺麗。タンクの中は大丈夫。ガソリン入ってるのかなこれ。ね、まあ、それはいいですよね。はい。で、あとですね、まあ、これはいいんですけど、これメーター見ればわかるよ。225のメーターなんですよね。これね、丸めですよね。ただね、なんか歪んでんだよね。ここもなんか、ぶつかってんじゃん。潰れてるんですよ、ほら、少し。丸くないの、少しね。ほら、潰れてるんですよ。これちょっとね、残念なところかなっていう感じしますね。はい。まあ、そんなところですね。TW225。うん。あ、あとね、あとですね、まあ、お決まりじゃないんですけど、この手のバイク、TW は多いんですけど、これで、うん、ステンベアリングダメ。はい。ここで引っかかりあります、ここでね。ほら、もうここで引っかかる。うん、ね。だからステンベアリングだね。ね。残念。非常に残念。え？何が非常に残念だなんて？そうやって言って、安く仕事してんだろうと、まだお金払ってないんです。お金お支払いしてないんで。まあ、見ていただいて、うんたらかんたら決めてもらえればっておっしゃるんでね。そうすると、こう見れば見るほど価格が下がっていく。なんてこと言うんだ。ね。そう。ね。ね。持ちつ持たれつと言うけれど。いい状態だったらな、いいのにな。いい状態で、ね。高い金額、そんなの金額っていう方がいいですよね。ダメな状態だと、安いのは、ダメだから安いんだって、もう。あ、こっち大丈夫。錆びてない。シール、あれはもう錆びちゃってる。ストッパーリングはもう錆び。シールもこれ全部入れ替えですね。これやんなきゃダメ。さすがにね、それやんなきゃダメでしょ。何をしたいのかっていうと、ただ、あれだったらこれをそのままね、業者オークション持ってっちゃうんですよ。BDS さんにね。エンジン代かかるようにして、BDS さんに持ってっちゃうね。それが一番手取り早いんですけど、お金にするっていう意味であればね。別にこれお金にしようと思ってるわけじゃなくて、そう。欲しかったんですよ。うん。ね。で、これをガソリンを運ぶためのオートバイにするっていうね。そういうことなんです。はい。ガソリンを運ぶためのオートバイ に TW が欲しかったんです。変わってるでしょ？そう。ここガソリンタンクね。30リッターぐらい入るらしいですよ。そんなことないですか。30リッター入るガソリンタンクあるんですよ。はい、で、それのでサイドカバーとシートもセットで持ってるんで、それに付け替えてね、ガソリンを運ぶために使うっていう。堂々と入れられるでしょ、これだったら。自走で行けるから。自走でして入れて、で戻ってこれる。ガソリンタンクだけ持ってて、そこに入れようとしたら、多分ね、あ、すいません、ちょっと待ってくださいっつって、来ちゃうでしょ。蛍光管とかね。うん、あーみたいな。うん、まあ、あれですよ。アホなやつがそういう動きは良くないですね。犯罪者がいたことによってね。うん。結局、買えなくなっちゃうわけで、簡単に。そう、それまで普通に買えたのに。やれ、身分証明書見せろだろう、やれなんだろうとかね。コピー取らせていただきますとか、そうなっちゃうわけですよ。で、なんでそのバカなことやるか。そういう動きは良くないですね。なんでそういうことをしちゃうのかってね。とんでもないですよね。本当に、だから、
何でもそうなんですけど、結局一人のろくでもないそれもよくない、表現よくない、一人のそういうね、身勝手な行動がとんでもない行動をすることによって多くの人が結局犠牲になるわけですよ。制限されちゃうわけですよ。だってそんな人ほとんどいないわけですよ、はっきり言えば。たかだかいるかいないかわからない人間のためにみんなが我慢しなきゃいけないっていうか不便になっちゃうんですよ。変な話でしょ。おかしいですよね、そういうのね。思いませんか。だってじゃあ変えるよ、変えなくしたら変える、じゃあそのまま変えるようにしたら同じことやる人がいるかって、そういないと思うんです。そうそうは、そうそうはいないかもしれないけど、そういうことになっちゃうんでしょ。うん、なんかおかしいですよね、そういうのもね。だからなんとかしてほしい、そういうのはね。うん、液体が錆びてて嫌だなってなんて、それにしてもやれてるな。こっちすごいな、これサビが。ね。これはね、いくら TW225 っつってもね、これは厳しいな。どうしようかな。ねえ。これがもし綺麗でね、いい状態だったら、じゃあ20でとかね、言えるとこなんですけど。状態が状態だと半額でも厳しくなる、厳しいんですよね、結局ね。そういう世界ですよね、やっぱりね。うん、BDS でいくらになるかな。いやいやいや、違うんですよ、違うんですよ。あとこれをだからガソリン運ぶためのバイクにしようと思ってるんですよ、私はね。そう、 TW が TW 普通の買った方がいいからってまともなやつ買った方がいいですかね。どう思います、ね、これをスカチューンはダメなんですよ、ノーマルじゃなきゃダメなんですけど。だこれをちょっといい状態にね、うん、それをやったらお金かかっちゃうからね、ダメですよね。困ったな、シール変えなきゃダメでしょ。でブレーキなんてね、やんなきゃダメで当たり前ですよね。あ、パッドほとんどパッドは残り少ないです、まあ、いずれにしてもこれ開けなきゃダメですね。あとステンベアリングはもう変えなきゃダメでしょ。でも225って下側あれですよね、テーパーですよね。上だけローラー使って、あのボール使ってるんですよね、確かに。そんな作りですよね、うん、あとキャブはねいいのがあるんですよ。セロ225用のフラット CR っていうやつがあるんですよ。それつきますよね、多分ね。いやいらないっちゃいらないんですけど。そうするとチョークレバーいらないでしょ、この辺チョークレバー。あ、チョークこれかこれはあのコード補正キャブじゃないですよ、225はね。ただのキャブですよね、違うんだ。頭のキャブね、ただの普通のキャブなんですよ。でね、面白い作りなんですけど、スプロケットカバーだけ外れない。スプロケット交換するためにはこのカバー全部外す。すごいですね、やりますね、山田さんね。なかなか大胆な作りですよね。面白い、 TW だけでしょ。すごいですよね、アドベンチャーバイクっていうのはこうでない。メイドインジャパンだよ、オイルマミーね。まああれですね、まあ見れば見るほどいろいろとやっぱりね、ああ残念残念はないですけど、なんて失礼なこと言ってるんですか。これ TW225 なんかね、素人が書いたようなあれですけど、手書きで汚く書いたような感じですけど、ね、こういうステッカーなんですね、これね。面白いですよね。いやー錆びてるな、フロントフォークの見えてるとこが錆び錆びなのもちょっと嫌だな、残念ですね。USB 出てるよ、デートなの。これ最近のやつじゃないの。これどこに直結かな、どっかにつけてんのかな、どうなんですかね。あ、これフォグライトかな。ブレーキこういうふうに回す、あの意味ないけど、意味ないね、なかなかなんかね、楽しいですよ、やれてるのね直すの醍醐味ですから、ね、でタイヤはなんかあのなんていうんですか、このね、これにしたって言って、ね、うん、おっしゃってたんですけど、ちょっと古いちょっとじゃない、かなり古いなんていうの怒られるから、あんまり変なこと言ってるとね、うん、いい加減にしろっつってクレームが来たら困りますから。ディスクブレーキか、いいじゃないですか、ね、
さてね、どうしたものか、ね、そんなことを思う今日この頃、ね、これにあの大きいタンクがついて、でシートがこれぐらいになるね、短いんだよね、これぐらいになっちゃうんですよね確かね、そう短いんですよ、ちっちゃいんですよ確かね、タンクでかいからね、そういうのに付け替えてね、ちょっと実用車にして、うん、より実用な、ね、バイクにして、ちょっとガソリンを運ぼうかなっていう。なんか危ないですよね。ガソリン運ぶ、嫌ですよね。こう来て、入れてね。でなんか変わってんの来てな、来てんなーなんて思うね。ガソリンスタンドを見て、人が見てて。で、戻って、あ、で、あ、帰ったなーと思ったら、何日もたもう翌日にはもうまた来て。いやいや、下手でその日のうちにまた来て。またガソリン入れてるっていうね。同じような車両ってまた来たと思って、え、同じ人じゃねえか、同じ人でしょ、え、なんでってなりますよ。スロットルは大丈夫、クラッチもケーブルも大丈夫だから、うん、ただ多分これ買った時はこんなにやれてなかったんじゃないのかな、どうなんですかね、うん、ちょっとね、わかんないですけど、はい、ね、ギア入れてちゃんと動く、あ、大丈夫、うん、あ、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、いいじゃん、変にエンジンかけようなんて思わない方がいいですよ、ガスに入ってないよ、ガスに入ってないよ、カラカラカラ、よし、そしたら TWなあ、遅大変だなあ、これこれなあ、遅大変あ、これ売り物じゃないですからね、皆さん勘違いしないですよ、あ、いくらですかとかダメですよ、売らないですよ私は、うん、